面積あたりの線路上で色分けした地図国の鉄道利用順リストでは国際鉄道連合やその他の資料に基づいて世界各国の鉄道利用度合いの順序での一覧を示す。50億人キロ以上の輸送量がある国について示す。出典 UIC データベース5000万人以上の輸送人数がある国を示す。出典 UIC データベース主要国における 地下鉄を除いた鉄道の交通機関全体に占める輸送シェアを示す。この表に示した数値は、その国の鉄道利用の傾向だけではなく、その国の国土の特徴も反映している。例えば、イギリスでは比較的小さな国土に多くの人口があり、アメリカ合衆国のように広大な国土にまばらに人が住んでいる国に比べると頻繁に短距離の旅行が行われる。 その国における鉄道旅客輸送の実際の重要性を考えるには旅行回数を考える必要がある。都市間輸送に限定して考えればアメリカ合衆国の一人当たり年間鉄道利用回数はほとんど測定、不可能なほど小さい。アメリカ合衆国では年間一人当たり0.08回であるのに対してイギリスでは17.54回で、 イギリス人はアメリカ人より219倍鉄道を利用することになる。ただし、アメリカの数値はアムトラックだけを数えており、通勤輸送を数えていない。通勤輸送を含めると、アメリカの数値は1.3回となり、さらに地下鉄を含めるとアメリカは10回程度、イギリスは30回程度となる。また、ドイツのように、近郊輸送を合計の鉄道輸送に含めている国も、あれば、 イギリスのように含めていない国もある。詳細は出展とした国際鉄道連合の資料を参照。2003年のヨーロッパの輸送事業者、別貨物輸送トンキロ100億トンキロ以上の輸送量がある国を示す。出展 UIC データベース1億トン以上の輸送トンがある国を示す。出展 UIC データベース、ありがとうございます。